ショートナックルダスターショート S18 ナックルダスターショート S18 ナックルダスターは汎用外用紹介飛行艇を求める航空省要求仕様 R14-42 を応じてショートブラザーズ社が設計、製造したイギリスの型持ち式ガルウィング対応の総発飛行艇である。この契約では実験段階のロールスロイスゴスホークエンジンを使用することも指定されていた。 同じ要求仕様に対する契約では、サンダースローロンドンとスーパーマリンストランラーが受注に成功した。ナックルダスターは軍務には収益しなかったが、エンジンの蒸気冷却方式や太陽飛行艇の操縦性に関する有用な情報をもたらし、成功策となるエンパイアやサンダーランドの設計に貢献する多くの実験データの収集に役立った。 イギリス航空省は1931年に汎用外洋商回避工程を求める要求仕様 R24-31 を発行しサンダースロー、スーパーマリン、ショートの各社が各々一機ずつの試作機を受注した。他の2社が従来通りの服用機の設計を選択したのに対してショート社はより近代的な全金属製の単用機を製作することを決めた。エンジンには 実験段階の蒸気冷却方式のロールスロイスゴスホークを採用したが、このエンジン自体はより小型のケストレルの発展型であった。ナックルダスターの側面が切り立った停滞は、停止から後部の停滞底部の段差がついた部分までが、全金属製の箱型断面材構造で、段差から後ろの胴体部分がモノコック構造であった。停滞の中央部分は、 主翼付け根の取り付け部の荷重を支えるために箱状を筋回フレームで補強した構造になっていた。離水時の水しぶきからプロペラを十分に離すためにエンジンよりも内側で30度の上、返りズノが付けられていた主翼は高いねじり、剛性を持つように箱型断面の桁と4本のテーパーが付いた交換ブームで構成されていた。主翼内には 燃料タンクが内蔵されており、支柱付けの翼タンフロートが取り付けられていた。主翼の表面はハフバリであった。実験段階の出力 720HP を発する、ロールスロイスゴスホーク蒸気冷却式エンジンは、ナックルダスター専用のエンジンであったが、信頼性不足により、様々な問題を引き起こした。ナッセル状に突き出した目立つコンデンサーを備えたエンジンは、上、 帰りズのを持つ内翼と水平な外翼の間の折れ角部に搭載されていた。ビブは胴体から斜め支柱で支えられた水平尾翼にはこれも支柱付けの2枚の垂直尾翼と方向だが取り付けられていた。初期のテスト結果を受けて垂直尾翼の面積は拡大されたが、この尾翼部の大幅な回収はテストパイロットのジョン・パーカーの要請によるもので。 かなりの費用を要した。パイロットと広報士が並列に座る閉鎖式コックピットに加えて手には銃座があり、機関士と通信士と広報士席にはチャートテーブル、覗き窓と2章の折りたたみ式ベッドが備わっていた。3つ目の折りたたみ式ベッドと2章の固定式ベッドはギャレーも備えた搭乗員用居住区画内にあり、さらに後方にはドローグの収納庫とトイレがあった。 その他の武装は、機体中央部と後端部に銃座があった。主翼仮面の爆弾化に爆弾を搭載することも可能で、輸送用に魚雷も搭載できた。搭載された機関銃はすべて単装のルイス系機関銃であった。前日に浸水した、そっけない R24-31 と名付けられた機体は1933年11月30日に、 ショート社の主任テストパイロットのジョン・パーカーの操縦で、ジョージ・コットンと W. ハワード・ベルを同乗させて、初飛行を行った。パーカーはすぐに着陸せざるを得ないほどに垂直尾翼が死なることを報告し、これに補強が施された後の12月15日に、再度の飛行に成功した。試験飛行中に判明したその他の問題点は、停滞がまっすぐに水平を保てないことで、 垂直尾翼は面積を18%増し、ビブの重座の上にキューポラを取り付けるなどの機体後部の改装が行われた。1934年6月12日に試験飛行の総仕上げとして、ナックルダスターはフェリックス等の EN マリーンエアクラフトエクスペリメンタルエスタブリッシュメントまで飛行した。この機体は最大速度と仕様の中では、 優先度が高いわけではなかったにもかかわらず、航続距離の点で要求しように合致しないと判断された。他の飛行艇と衝突した事故を起こした後の1934年10月に修理のためにロチェスターへ送られ、修理といくらかの改良を施されて1935年3月にフェリックス島へ戻された。4月にナックルダスターは、ストランラーやロンドンと共に評価試験を受けるために、 プリマスのマウントバッテン空軍基地に駐留するに配属された。この評価試験には、ヘンドン空軍基地で開催された空軍展示会への参加が含まれていた。10月に前に戻され、エンジンの不具合に悩まされたが1938年9月まで評価試験は続けられ、その後は飛行任務から退けられて、コスフォード空軍基地の第二技術訓練学校に、 教育用機材として配備された。主に信頼性に欠けるエンジンが要因となり、ナックルダスターは量産されることにはならなかったが、本機が飛行する前に発行された新しい航空省の要求仕様 R2-33 は、ショートサンダーランドとして結実した。サンダーランドは要求仕様 R24-31 での開発作業の恩恵を受けた別の大型単用飛行艇であった。 出展、ショーツやクラフトシンス1900初言性のオーブソありがとうございます。